東部アフリカ東アフリカ共同体かつての中央アフリカ連邦地理上の東部アフリカ国際連合によるアフリカの地域の分類北アフリカ西アフリカ中部アフリカ東アフリカ南部アフリカ東アフリカはアフリカの東部地域おおむね第一交代から東側の地域を指すこの地域はインド洋に面し沿岸部はモガディッシュキルワマリンディなどの都市が インド洋のイスラム商人の交易で繁栄したことから、イスラム教が広く浸透している。また、共通語は、スワヒリ語である。内陸部でも特に北部は、アクスム王国のあったエチオピアが、コピト教の伝統を受け継いでいる。歴史的な文化圏としては、モノモタバ王国、ロズウイ王国があった、ジンバブエまで含まれるが、実際には、 モザンビークを含むか含まないかの地理的な区分となっている。また、20世紀までにアフリカ東部沿岸地域に成立した植民地の名称が東アフリカとされ、支配国にとっての東アフリカはこれらの地域を指していた。第一次世界大戦の結果ドイツ領東アフリカの大半はイギリス移ント地領タンガリーカとなり、傍らでゲンルワンだ。 ブルンジの地域はベルギー委任統治領ルアンダウルンリとなる。その後1922年にイギリスの支配する3地域に共通通貨東アフリカシリングが導入された。この3地域に結ばれた関税同盟が独立後に引き継がれ東アフリカを東アフリカ連邦に統合する構想を掲げるタンザニアのジュリウスニエレレの後押しもあって1967年にウガンダ ケニア、タンザニアによって、タンザニアのアルーシャを本部とする東、アフリカ共同体となるが、国家間の対立により1977年に崩壊する。現在、通貨統合も含めて、政治的、経済的統合が検討されている、現代版の東アフリカ共同体が進行中であり、ウガンダ、ケニア、タンザニアの三国がアルーシャへ本部を再設置させて2001年に、 発足させ、2007年からは、ルワンダとブルンジの2国が参加した。ありがとうございます。